我がロシア国民にとって一つだけ昔と変わらぬものがある。それがウォッカを飲むことである。ウォッカはロシア最高の発明品でもある。結婚式などのめでたい席ではもちろんのこと、日常生活を営む上で我がロシア国民とウォッカは切っても切れない関係なのだ。ウォッカが飲めればそこが墓場であろうと場所は問わない。墓に眠るご先祖様のことなど一切顧みず一気飲みだ。では我がロシア国民は何を飲んでいるのか。残念ながら我がロシアでは酒がなかなか手に入りにくくなってきている。しかしそんなことでめげるロシア国民ではない。ないのなら作ってしまえである。国民のほとんどが酒を作る技術を持っている。これはブロガと呼ばれる極めてきつい酒が作られているところである。この酒は砂糖、酵母菌、ジャガイモを熱湯に入れ発酵させて作るのだ。そして発酵作用を早めるため洗濯機を用いる。身の回りにあるものすべてが酒を作る道具となるのだ。こうしてよく攪拌したものを今度は蒸留機に移し、あとはただひたすら待つ。3日間酒を口にしていない。もう我慢も限界に達している。待つこと8時間、ようやく一口分のブロガが出来上がった。しびれる飲み応えだ。しかしそんな中、苦労せずしてたやすく酒にありつける非常に羨ましい人々がいる。それが全ロシア国民の憧れ、科学研究所の人々である。ここには純度の高い実験用のアルコールがあふれている。実験の合間に晩酌。まさにここは酒不足の我がロシアにおいて極楽である。さらに羨ましいのが、ここ製鉄工場に勤める人々である。ここには工業用アルコールがある。工業用アルコールは塩を加え、工場の機械を用いて特別な加工を施すことで飲料に耐えるアルコールへと変化する。彼らは鉄を作るのも忘れ、ただひたすらアルコールを作り飲み続ける。もともとは工業用アルコール、かなり体には悪いものであるが、そんなことは関係ない。ただただ酒が飲めさえすれば幸せだ。しかしこういった恵まれた職業についているものはほんの一握りに過ぎない。職場でアルコールが手に入らない我々は薬局に駆け込むのだ。香水やローションなどを買い求め酒の代わりに飲む。頭がクラクラし酒に酔ったような気になれるのだ。しかしコロンや香水は少々値が張る。そこで金のないものは金物屋で塗装用アルコールを購入。これは安上がりで、しかもすぐ酔える。店を出るともういても立ってもいられない。アフターシェーブローションの一気飲みだ。